さて、フォルザーですね。いやいや、気づかんかったな。フォルザゾーン始まってたんですね。終了まで6日って、始まるまで6日やって思ってた。いや、1個終わらしてもたやんか。いやー、めんどくさいことした。一番上が25,000XP と5万クレジット。そらええわ。でクラシックレーサーに乗り、チャンピオンシップを1回クリアしてプルシ911GT3 と3ホイールスピンを獲得する。これやりましょうよ、2つ目のやつで。ここですね。これまた探しましたよ、チャンピオンシップ。どれのこと言うてんのかっていうのね。ここでチャンピオンシップをやったやつをまたやらなあかんね。でこれね、Get ready for vintage style and not so vintage speed at the Classic Racers Championship. うわ、4つもあんのか。いや、めんどくせえ。いやどれにしよう。これでやってみる？なんせ参加したらいいやろ。いや、4つもあるっちゃ大変やで。しかも1回やったやつ、もうまだやってないチャンピオンシップをやれっちゅうんならわかるけども。どこ行くの。めっちゃ腹立つ、もう前の車抜かれへん。よし、とりあえず一つ目終わり。ほい、全部雨降ってるの、これ何や。3つ目、よし、3つ目、終わり。もうこれ最後やんな。ないもんな。よし、4つ目。
終わりか。長いわほんま。実績解除。車ボコボコやな。よし、はい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 、実績解除でここ戻るかっちゃ。おいだ、これ違うな。あれ、同じ車かよ。なんだ。これは新しいよな。ああなるほど。オッケーオッケー。これはどうかな。中見れんのかね。運転席に乗れるやつと乗られへんやつあるよな。あ、これは乗れるやつか。おー、まあなんせ、まあ金色やな、えらい色やな、まあ、ポルシェもらいましたよっていうお話ですな。はい。